皆さんよろしくお願いいたします。はい、拉致被害者全員奪還ツイキャス始まりました。え、今日はジャーナリストの西村浩二先生が、ご出演してくださいます。韓国の取説、やたら面倒な隣人と上手に別れる方法という新書が、2日前に出ました。浩二先生よろしくお願いいたします。もう入ってますか？はい、入っております。ありがとうございます。あ、どうも、こんばんは、どうも。はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくです。はい、小井先生、頑張って2日ほどで、本読ませていただきました。あ、そうですか。あ、はい、発売になったばっかりなんですよね。そうですよね。ちょっと早く木曜日に出てる書店もあったようですが、金曜日が発売日だったということですね。あれ、ちょっと小井先生の声が聞こえなくなりました。あれ、コラボ終了になってしまいました。どうしたんでしょうか。はい、さっきまで綺麗にあの声が聞こえてたのに、すいません、小井先生もう一度コラボの方、ありがとうございます。はい、すいませんでした。なんか急に切れてしまいましたね。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。今は綺麗に聞こえてます。なんかね、突然ね切れちゃったんですよね。あ、すいません、なんか電波が弱かったんですかね。はい。いや、なんだかでこっちは普通にこれ PC でやってるんで。はい。大丈夫なはずなんですけど。はい、ありがとうございます。あ、はい、あ、親父さん決起大会の会場で購入サインいただきましたというふうに書かれてます。あ、また落ちましたあれ、どうしたんやろう、なんでやろう。この間加藤さんとの一緒のコラボの時には大丈夫だったのに、私がちょっと立ち上げ直した方がいいんですかね。どうしたんでしょうね、小井先生、すいません。あ、大丈夫ですか、入りました。はい、大丈夫です。なんか勝手に切れますか。突然ね、その、はい、なんだろう、サーバーとの接続がうまくいかなくなったっていうのが、そういうのが表示されて、それで、はい、繋がんなくなっちゃったんですけど。あ、そうなんですね。ええ。はい。今は大丈夫ですね。今大丈夫です。はい。はい。でも、はい、この間ね、先週加藤健さんのゲストの時に、小井先生、ちょっとコラボに上がっていただいた時には大丈夫だったので、ええ。ツイキャス側のサーバーの問題かもしれないんですが。なんかね、サーバーの問題っていう、そういう表示が、こっちに出ました。あ、そうなんですね。はい、すいません。もしかしてまた切れたら、もう一度コラボというふうに押してください。今大丈夫なので。うん、そう、今大丈夫ですね。はい、はい、ありがとうございます。あ、また声が聞こえなくなった。あれ、どうしたのかな。私がちょっと一回立ち上げ直した方がいいんですかね。はい、あ、聞こえてきました。あー、切れちゃった。すいません、何回も。皆さんのコメントも止まってるので。ですね。はい。コラボ配信サーバーとの間にエラーが出ましたっていう、そういう表示が出ましたね。あ、そうなんですね。はい、今まで でもこんなことなかったですよね。そうですよね。あ、また切れる。うん、皆さんすいません。一回パッと切ってすぐ立ち上げ直しますね。はい、立ち上げ直しました。これでね、大丈夫になってたらいいんですけども。はい。あ、大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね。あ、
なんかね、おかしいんですよね。すみません、今ちょっと私ももう一度立ち上げ直したので、うん、あ、そうですか。これで大丈夫だったらいいんですが、すみません。はい、立て直しました。大丈夫かな、心配になってきた。シェリーさんの声がね、はい、ちょっと若干小さいんですけど、僕の。切れますか？僕のモニター。ああ、ダメだ、やっぱり切れる。もしかして、あれかな、いやコイ先生、なんかね、ツイキャスのコラボに上がっていただくときに、Google Chrome から、というふうに、されていますでしょうか。あ、そうですよ。今、だから、はい、Chrome で、もちろん、Chrome じゃないと、これ、コラボができないので、そうみたいですよね。はい。そうですよね。だから、はい、Firefox ではできないんですよね。はい、はい。いや、今はまた大丈夫ですね。はい、すいません、何回も。なんか3、4分で切れるって感じだよね。これね。どうしたんでしょうね。1分ぐらいで切れてしまう。何回もすいません。そうですよね。せっかくね、はい、聞きに来てくれた人が、いたのにこれじゃ嫌になっちゃいますよね。いえいえ、すみません、今はいい感じでコメントも流れてるので。そうですか。大丈夫かな。はい、ちょっと心配しながら。あ、まただ。すみません皆さん、私もちょっと再起動しますので、小石先生もし聞こえてますか。2分ほど後に再開ということで。はい、すみません、一回立ち上げ直しますね。再起動します。はい。なんでかな。はい、すみません、立ち上げ直しました。イケボードは、イケてるボイスということで、かっこいい声ということです、こういう先生。すみません、これで、まあ、コラボが切れなかったらいいんですが、はい、再開しました。ちょっとこういう先生が、入ってくださるのを待ちます。ちょっと皆さんお待ちください。あ、はい、ありがとうございます。はじめましての方も来てくださいました。ありがとうございます。さっき完了しました。いえいえ、私はすいません、イケボではないですが、ちょっとお待ちくださいね。あ、音声が切れてますか。あー、そうなんですね。プツプツしてる感じですか。あ、飛んだりしてるんですね。あー、時々プツプツと、ちょっと弱いんですかね。あー、それが原因でしょうか。あ、今綺麗になりましたか。電波が弱いのかな。すいません、また皆さんのコメントを参考に見ておきますので。はい、来てくださいました。なんか小井先生、あ、大丈夫かな。入りました。は
りました、入りました。大丈夫でしょ。ああ、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ、改めて、はい、よろしくお願いいたします。これで切れないことです、ね。15分ぐらいね、ロスっていうか、すいませんでした。15分遅れになっちゃって。はい、なぜか視聴者さんが増えてますが、はい、ありがとうございます。はい、小井先生に今日、韓国のトリセツという新刊が出ましたので、韓国について書かれた、この新刊が出た裏話などもお聞きしながら、このご著書の中にもありましたけど、朝鮮半島、北朝鮮も含めての、お話をお聞きしたいと思います。はい。はい。あの本はね、あれなんですよ、私なりにその韓国と意識してこう向き合い出して、ちょうど今年でも26年目になるんですけど、だからそれの26年間のなんか結論というかね、そういう感じで書いたんですよね。ああ、なるほど。はい、それでその26年の中でやっぱりこの頑張れ。と、どうしてかな。ダメですね。もうね、悔しいですね。どうしようかな。すいません、本当に申し訳ない。どうしたらいいの？いや、なんでだから、なんで、切れるかわかんないんですよね。なんて出たのかな、コラボの、サーバーから、接続できないと。はい。そういう、表示が出るんですけど、今までだって何回もやってるけど、こんなことなかったですよね。そうですよね。うん、すいません、半島からの妨害電波ではないと思うんですが、何なんでしょうね、本当に。今は綺麗に聞こえています。はい、大丈夫ですか。はい、さっき言いかけたんだけど、まいちゃんさん、天安門って書いたら切れるのかな。天安門、ああ、天安門、天安門、6464とかね、64、もう、もうすぐね、30年、回線、ルーターの可能性が。はい、今のところあとは ルーターの可能性。あ、そうか、世界中どこでも聞けるんですよね、これね、考えてみたら。そうなんです。だから、海外にいる日本人でも、例えば僕のツイッターやフェイスブックの告知で、これを見た人がね、聞こうと思えば、はい、今聞いてる人もいるわけで、多分ね、はい、そうなんですよ、ありがたいことに。まあね、せっかく貴重な話が聞けるのに。ああ、またちょっと声が。どうしよう。設定を変えてみましょうか。先週が。やっぱり切れちゃった。すいません。一回ね、関係ないかもしれないですが、先週ラジオコラボ4だったんですよ。本当に西海岸から聞いてくださってるんですか。小石先生、何回もすいません。もう、どうしよう。いやいや、別に、別に誰が悪いっていうんじゃなくて、システムが悪いわけだから。すいません、本当に。ね、今、書き込みで、西海岸から聞いてますっていう人がいますよね。はい、はい。お聞きしたいのは、ね、今聞いてる人に、西海岸から聞いてる人って、にお聞きしたいのは、なんでここを知ったかですよね。前からこのシェリーさんの、ツイキャスを知っていたのか、それともたまたま。あ、先生の昨日のあ、お返事が来た、早いな。そうですか、ありがとうございます。だから、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。さすがですね。そうですね、月さんの、僕宛てのツイートもリツイートしたし、はい、ありがとうございます。まあ、そういうことやってるんで、だから世界中でやっぱり、
こうやってアクセスしてもらえるってすごいことですよね。今までのメディアだったら考えられないことで、これはね、やっぱり、すごいことだと思いますよ。こういうものができるっていうことはね、本当に。うん。だからそれが、この17年間の、あれですよ。なんていうかな、僕がだから朝鮮半島との関わりの中でいろいろ、得てきたものが、はい、その、ちょっとすいません、小泉先生、もう一回ちょっと設定を変えて立ち上げ直します。有益な。やっぱり、うん、切れますね。ちょっとだけ待っててください。ちょっと試しに Wi-Fi を切ってみました。 4G からやってみたいと思います。何回も切れてしまってすいません、4G でやっております。あ、そうですよね、カズさんは北海道から、過去には杉田美代先生がフランスからコメントを書いてくださったこともありますね。うん、ねえ、でもせっかくね、小泉先生が、あ、美穂先生ありがとうございます。今お名前を出したところで。はい、ありがとうございます。Chrome は複数ウィンドウで同時に動画や Twitter を表示としているけど、調子悪いんですか？なるほど。そうなんですね。ね、前に美穂先生が、あ、北海道からお帰りになって。お疲れ様です。ありがとうございます。今ちょっと Wi-Fi を切ってみました。はい、また今落ちてました。あ、杉田さん。はい、杉田さんからメッセージ書いてくださいました。あ、杉田さんご無沙汰してます、随分。いろいろ積もる話がいっぱいあるんですけど。そうですよね。近々また、お目にかかれればと思ってます。はい。それ何を話したんだっけ、うん、あ、そうそう。だから、長く。最初にだから、韓国と、向き合い出したきっかけっていうのはね、だから、あれなんですよ。平成5年の、ワールドカップアメリカ大会の最終予選の時からなんですよね。その時から、きちんと向き合い出したっていうか。ちょうどあれは2003年ですから、あ、じゃないや、1993年ですからね。まあ、あれ、それから考えるともう本当26年も経ってるわけで。もう30年超えてますね。はい。26年ですね。で、その間でやっぱり、さっき言いかけたんだけど、その、2002年のね、だから日韓ワールドカップと、それと、小泉訪朝、二つの出来事が同時、同じ年に起きたってことは、やはりすごく大きかったわけですね。じゃあそういうことを含めてね、今度の本っていうのは全部、そういうことも含めて書いてるんですよね。はい。書かれてましたね。日韓共同ワールドカップのこともね。はい。で、まあ、北朝鮮問題っていうのは、ある意味韓国問題でもあるんでね。そうなんですよ。それは、今の韓国の政権見ればわかるように。はい。昔はね、とてもそんなこと考える余地はなかったっていうかね、そこまでわかんなかったんですよね。最初に。で、2002年のあの時だって、まさか、17年前ですけど、あの時、誰もがそう思ったはずだけど、まさか17年後にこんな状態になってるなんて誰も思ってないでしょう。もうすぐね、やっぱり、2、3年後にはもう全部解決するだろうって思ったと思うしね。あ、もちろんそう思いました。それとあと、北朝鮮っていうその国がね、17年間続いてるってことがおかしいわけで、誰もが 4、5 年のうちにあの体制はなくなるだろうと思ってたはずですよ。崩壊するだろうとね。普通の人はね。
で、そう思ってない人たちが生きながら、あの延命させてるわけでね。韓国もかなり北朝鮮を延命させてきたんですね。先生のご著書の中にもありましたけど。そうですね。あの、それは、うん、それは間違いないんですよね。だから、あの、冷戦構造が全然変わってないわけで、30年前とね。あの、ベルリンの壁は壊れたわけですよね。はい。だけど、38度線は、壊れるんじゃなくて、穴開けて北から招き入れてるわけですからね。ああ。ええ。そうですよね。だから、外側と内側は違うってことですよね。もう、だから。未だに休戦状態だから、敵対してる国だというふうに、まあ、あの、国際的には見られてるけれども、中に住んでいる民族は同じで、まあ、助けてきたということですよね。だってドイツだって同じわけでね、はい、ドイツだって分断国家で、しかも東側の最優秀最優良共産主義国家だったわけですよ、うん、東ドイツっていうのはね、うんうんうん、まあ、ドイツ人の優秀性があるからそうなってたわけだろうけど、はい、あの、僕の仲のいい友人でね、はい、東西冷戦時代にドイツにしばらく、東ドイツにしばらくいた人間がいるんですけど、はい、あの、彼はドイツ語がすごい堪能でね、はい、あの、ドイツ文学科で大学院まで行ったやつですが、あの、日本企業の、ね、通訳で東ドイツに長いこといたんですよ。それでその時の話ってよく聞いたんだけど、この前も去年もあのいろいろ会ってるんで、今度一緒に本出すんでね。それで、あ、そうですか。へえ、うん、そうなんです。それで、あの、はい、その時の話いろいろ聞くとね、面白いのは、あの、とにかく、あの、通報国家であって、周りがスパイだらけなわけですよ。ああ、なるほど。うん、それで、日本人が住んでるところに知らないうちにだんだん垣根ができちゃって、あの、塀で囲まれちゃったりとかね、うん、そういうの面白い話いっぱいあるんですよね。で、そういう国だったけれども、そのベルリンの壁が壊されることによって統一できたじゃないですか。はい、いや、ところが南北朝鮮というのは全くそういうふうにならないわけですよね。そうですよね、うん、それ、うん、それが一番やっぱり拉致問題の解決を遅らせている一番大きな理由であって、あの、誰もがこれは言うことだと思いますが、北朝鮮のあの体制が壊れない限りね、全面解決はありえないだろうし、何が行われたかっていう真相だって明らかにならないだろうし、っていうことはおそらく誰もが言ってると思うんですよ。この17年間いろんな人が多分そういうこと言ってきたと思うし、はい、ところがだからそういうふうにさせない力がずっとあるわけで、で、それは朝鮮半島だけの問題ではなくて、バックの中国共産党がいたりとかですね、それから地政、あ、結構長く大丈夫だったからもう大丈夫かなと思ったんですけど、切れてしまいました。ねえ、すいません。あ、また入ってみたいですね。はい、すいません、はい、いい感じで続いてたから大丈夫かなと思ったんですが、うん、ね、どこまで話した、あ、そうか、思い出した。要するに、あとはだから日本の、ね、はい、うん、日本に問題があるってことですよ、うん、そのだから冷戦構造を続かせようという、そういう力があるわけで、あの、今シーマンさんが書かれたみたいに、今ね、アメリカが中国を締め上げているのは、
すごくあの北朝鮮の体制にも関係、まあ、あの関係することなんで、私はすごいチャンスなんですよ今。はいはい、わかります、うん、このままね、まあアメリカと中国とどちらの支配下につくかっていうことをおっしゃってる有識者の方もいますけど、もちろん、どちらかにというのなら、ちゃんと法治ができてて自由民主主義国の、まあ、同じ概念のアメリカの方がいいなというふうに思うんですが、うん、あとは、わかりやすく言うと、30年前にね、ヨーロッパとアジアで起きた2つの大きな出来事っていうのがあるわけで、30年前にね。はい。で、その2つを比べるとすごくよくわかるんです。ヨーロッパではさっきから言ってるように、ベルリンの壁が壊れて、それで12月に、東西冷戦終結宣言というのをソ連とアメリカの大統領が、ソ連のゴルバチョフ書記長とね、2人がそういう声明を出したわけで、で、アジアで何が起きたかというと、ベルリンの壁が壊れる5ヶ月前に天安門事件が起きているわけですよ。たった5ヶ月前なんですよね。5ヶ月前ですよ。で、その5ヶ月の差、はい、その5ヶ月の差っていうのは、はい、5ヶ月の差っていうのは実は30年以上の差だっていうことなんですよ。つまり天安門事件の時の天安門の壁っていうのはあるわけで、でその天安門の壁っていうのはまだベルリンの壁が崩れてから30年経つのにまだ壊れてないっていうことなんです。だから今中国共産党がいろんな IT プラットフォームを使ってものすごい新しい形でその全体主義を進めているのも、あ、今誰かがこれ誰だ、入れてくれたの誰ですか、メインの画面に、これ私のツイート、あ、私です、私です、あ、これシェリーさん入れてくれたの、はい、これ僕が5月14日に書いた、あの僕のツイートですよね。はい、6月4日、天安門大虐殺30周年。少なくとも1万人が一夜で虐殺された。1万人ですよ。本当に。その天安門事件からベルリンの壁崩壊まで約5ヶ月だった。そのタイムラグが、なんと少なくとも30年以上になってしまったのが、平成日本30年の敗北そのものだって。だ僕が書いたわけですね、1週間以上前に、はいはい、だから平成日本の敗北っていうのはその東アジアの冷戦構造を崩せなかったってことなんですよ。まあ、分かりやすく言えば、なんだろう、分かりやすく言ってるつもりなんだけど、分かります、分かります。分かってくれますよね、なんとなくね。で、まあ今、その、トランプがその、トランプが壁を壊してるって、誰かが、ああ、壁書いて、あいつって、月さんが書いてくれたけど、本当にそうなんですよね。はい、その通りで、ああ、あとそれと僕がなんか落ちる原因が、親父戦隊の人、であまりたくさんで、クローム以外のアプリは今全部閉まって、クロームでタブを、アプリやタブを閉じた方がいいのでは、それ関係ありますかね、どうなんでしょう。なんかね、一定期間で切れてしまう、なんかその時間測ってないんですけど、だいたい同じぐらいの時間で切れてるような気がしますね。ねえ、いいお話が聞けてるときにすいません。これね、天安門事件。すいません、何回も。中、また入りました。はい、すいません、本当に。アプリのけどがおかしくなります。
いや、これ、リソースメモリが足りなくなると、多分、小石先生、他のものは閉じてくださってると思うんですけど、いかがでしょうか。ちょっと今、声が聞こえないですね。あ、なんか切れちゃいました。ねえ、そうですよね。あ、大山さん、ありがとうございます。台湾もね、今、入れますか？はい、すいません。もうどうしたらいいんでしょう。いや、おかしい、うん、おかしいですよね。こんなこと今までなかったんだけど、なかなか、うん。あ、そうなんですね。関栄先生が新書を書かれて、ティアも30年で辛くて思い出せないと。そうですか。私もネットで本当の真実を知りました。オールドメディアは、日本はやっぱり、ティアモ事件をそれほど丁寧には報道しなかったので、どうしよう。小石先生すいません。どうしたらいいんやろう。すいません、申し訳ない。入ったでしょうか。一回パソコンの再起動されますか。そうですね。なんかこればっかりだとどうしようもないんで、ね、じゃあすいません。じゃあ一回ね、ちょっと再起動してみますね。あ、はい。すいません。再起動してみてください。すいません。すいません。はい。すいません。はい。はい、申し訳ないです。皆さんちょっとお待ちください。はい。ルーターも再起動の方がいいんですか？歌いません。つなぎますよ、頑張ってね。韓国の取説、まだね、読まれてない方はぜひぜひ、買い求めください。金曜日に出たばっかりです。ワニブックスから発売されております。はい、あ、ルーターもって書かれてますね。はいはい、知ってます、知ってます。どうでしょう、ハニワさん。それはでも、やっぱりね、あの国で、生まれ育って、まあ、今はね、日本人として、関栄先生は、もう、日本人より日本人らしい、日本人になりましたけども、やっぱり親戚とかお友達もね、幼馴染とか思い出もたくさんあるでしょうし、中国共産党が嫌いでも中国の文化とか、まあ自分が育ってきたなんかお料理とかもね、やっぱり懐かしいものがあるみたいなこと書かれてますしね。誰でもやっぱり自分の生まれた国っていうのは忘れられない思い出もたくさんあると思うんで、はい、小石先生が立ち上げてくださっている間に、まあ、こんな風に、まあ、中国と今アメリカの貿易戦争というか、まあ、弾のない本当に戦争だと思うんですけども、アメリカの中国からの主な輸入品目はほとんどがもうこういう電気部品なんですね。で、アメリカと中国の、こういう輸入国相手のこの表を見ていただいても、あ、こんなに中国ってアメリカと、輸出入関係が1位だったんだなということも分かります。カナダを抜いてますね。はい、中国からこれだけアメリカを輸入してたわけです。で、ここに、大統領のサインが入って、まあ今ファーウェイどころかこれからもっと激化していくと思います。で、私のツイートでも、教えて渡辺さんという渡辺哲也さんの5分ほどの動画をリツイートさせていただいておりますので、そちらを見ていただくと、ファーウェイ問題はまだまだ始まりであって、これから
もっとアメリカと中国は激化していくっていうふうに言われています。あとはセカンダリーボイコット国に日本の企業がならないように、日本のね大手の会社の方はもうなるべく早く手を打っていただきたいなというふうに思います。ちょっとね、多分パソコンの立ち上げはもうちょっと時間がかかると思いますので、ね、それでコラボが切れなくなったらいいんですけども。いやー、でもね、トランプさんはね、好きですか嫌いですかっていうのを今日そこまで言っていいんかいで、アンケート取ってましたが、まあ、トランプさんが嫌いという人もいましたけど、私は公約を守る人だなというふうに思います。で、対中に対してすごく厳しいボルトンさんとかも、この拉致問題についてはものすごく関心が高いということも、声が、はい、聞こえてきましたね。小林先生ありがとうございます。大丈夫でしょうか。あれ、お声が、あれ切れてしまいました。せっかく再起動していただいたのに。ねえ、なんかもったいないですね。はい、すいません。あ、どうも、入りました。はい、入りました。戻りましたけど、なんかね、なんか今日おかしい。これひょっとしたら僕のね、パソコンのなんか、影響かもしれないな。なんか、聞こえなくなりました。もったいない。ねえ、どうしましょう。こうなったら、すいません。すいませんね。なんかね、こっちのね、ルーターではなくて、ADSL じゃないや、光ファイバー自体がちょっと、接続がなんか、電話マーク電話でやりますか。まあね、切れるよりはね、電話の方がいいでしょうかね。電話ね、急にね、言われてもちょっと難しい。すいません、これね、小石先生すいません、本当に。Wi-Fi じゃないんですよ、僕のPC っていうのは、これ、デスクトップは、はい、直接、光ファイバーにつながってるんでね。だから、ルーターも、ルーターも使ってないんですね。はい、なるほど。仕事で使ってる PC は。はい、だからね、はい、だからちょっと考えられないんですよね。だから、光ファイバー自体が、不安定になった時に切れちゃって、てるんだと思うんだけど、今までこんなことなかったんで。なかったですもんね。申し訳ないです。なんか何回も切れるのでお話がお聞きしたいのに、まだ聞こえてない感じかな。やります、お電話で行きましょうか。困りましたね、これは。すいません、何回も。
や、これ聞いてる人はもうイライラしちゃうと思うんで。お電話にしましょうか。シェリーさんがかわい。いやいや、それはいいんです。お電話にしましょうか。小石先生にはあのパソコンの画面は見ていただいてて、お電話かけてみましょうか。電話コラボやります？はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、前回、西村慎吾先生の時には、まだ繋がってますね。あ、小石先生、ちょっとお電話をかけます。携帯電話の方の方で出てください。待ってくださいね。こういう先生の電話、これだ。さあ、皆さんにどんな感じで聞こえる？あ、すいません、ごめんなさい。すいませんでした。いえいえ、ちょっとこれ、今大丈夫ですか？これでオンエアされてるんでしょうか？皆さんにちょっとお声の聞こえ方をチェック。ええ、ちょっと聞いてください。それで、はい、今日ね、せっかくわざわざあのこのためにね、時間作って聞いてくれてる人ももしかしたらいるかもしれないですし、はい、あれですよね、申し訳ないんで、なんか、近いうちにまた、設定してもらってもいいですよ。ああ、いえいえ、すみません。だってほとんどだって話がね、1時間近くやってるけど、つながったかつながってないかなんて、そんなことね。あ、お声が小さいです。やっぱ電話ちっちゃくなるのかな。あ、やっぱり。ちょっと待ってくださいね。これでどうでしょう、皆さん。声が遠いですか？僕の声は遠いですか？ちょっといろいろやってみてるんですが。あ、小石先生、お声を出しててください。はい。はい。あ、ダメですか？そうなの。声聞こえないですか？それでどうでしょう？聞こえないのかな？さらに声が遠い。シェリーさんの声も聞こえづらいです。あ、そうなんですね。私、さっきの方がいいかな。さっきの方がいいかな。ちょっとこれ、イヤホン抜きなさい。小石先生、お話ししてみてください。オンラインじゃないわけですよね。電話の音声を。オンラインじゃないわけないですよね。スカイプね。これは難しい。聞こえにくい。さっきの方で続けていただきたいです。ちょっと待ってください。さっきの方。イヤホンさして、どうするんだっけ。しかしこれはちょっとね、ひどいね。これね、こういう感じ。おかしいんだよな、こっちのね、僕の PC の方で繋がってないって表示になる、未接続になるんだよね。あ、そうなんです。あ、結構良くなりましたと。これ明らかにこれこっちの不具合ですよ、これ。あ、そうなんです。今聞こえるようです。聞こえてます？はい、はい。あ、そうですか。よくなりました。こちらの方がまだましですか？なるほど。聞こえてますか？せっかくね、聞いてくださってる方がいるんで、ちょっとこれひどいな。今までこんなことなかったんだけど。あ、いい感じみたいです。あ、聞こえてますかね？はい、はい。じゃあちょっと大きめ、声も大きめに。いえいえ、すいません。はい。私の声をちょっと、マイク離しますので、皆さん、ちょっと、よかったらイヤホンなどを推奨お使いください。あ、聞こえますか？よかったです。大丈夫ですかね、はい、これね、はい、これでいきます、はい、しかしこれはひどいね、本当にね。いえいえ、すみません。なんかこっちのね、僕の PC を見てると、その、未接続っていう表示のところになったりするんだよね。ああ、そうなんですね。だから完全にその、光ファイバーがおかしくなってる。そうなんですね。この間の先週の加藤健さんの時は、
問題なくて、まあ、こういう先生が、じゃもう仕事があるのでということで、うん、降りるまで切れなかったんで、もうすいません。いや、だって今まで一回もないですよね、こんなことね。ないです、ないです、はい、初めてですよね。すいません、あ、でも今は大丈夫なので。今大丈夫なんですか。はい、お話しください。あー、天安門事件30年だ、本当だ。それなのに、大阪のあれですね、あの G20 で習近平は東京に来るわけですね。あ、東京じゃない、大阪に。うん、そうです、そうです。はい。だから、あ、大阪行きますよ、だから、あの、僕も。あ、小石先生来られるんですか。はい、行きますよ、27か8には。あ、そうなんですね。うん、いっぱい集まるんで、あの、世界中から集まりますよ。ウイグル人、チベット人。ああ、ですよね。はい、じゃあ私その時に会えますね。うん。はい。まあ今いろんな方がアドバイスくれてて。はい、今大丈夫みたいですね。プロバイダーにね、問い合わせ。はい、多分地域性サーバーが弱いのもあると思うんで、はい。めったにこういうことないんですよね、でも。はい、すいません。いや、それで、あの、あれでしたね、僕、ちょっと仕事でどうしても行けなかったんだけど、あの、おとといね、はい、特定失踪者の家族がデモやったんですよね。あ、そうなんです、国会周辺で。そうなんです。はい、たくさんの方々がご参加されて、まあ、三浦先生とか、まあ、もちろん荒木先生、あと西村慎吾先生も行かれてて、はい。今質問で、あの、習近平にデモやるんでしょっていう質問が、あの、月さんから来たけど、そうなんですけどね、はい、あの、習近平を弾劾するデモも行われるし、それからデモだけじゃなくて、あの、シンポジウムとかね、はい、そういうのも大阪で、あの、結構開催されるんですよ、期間中。はいはい、ね、ぜひ皆さん、あの、チェックしてください。あの、ご参加いただける方は、あの、よろしくお願いします。ちょうどあのファーウェイの問題もあるんでね、そうですね、いろんな意味で注目、うん、はい、注目も集まると思いますけどね。トランプは結局2回目の来日になるわけだけし、その6月だよね。はい、まあね、国賓として来日してますが、あの大統領杯っていうのをね、渡してましたよね。はい、こんな感じで優勝、はい、そうそう、優勝劇者に総理大臣杯がなんかすごい重そうだったね、あれね。確かに、はい。あれ、そうだ、40キロだからかなり重いと思うんだよ。ねえ、うん。相当重いでしょ。いや、まあでも、まあ、まあ、こんなこと言ったら、まあ、別に、あの、アメポチっていうわけではないんですけど、うん、まあ、その日本の、まあ、一応ね、立法府の長である安倍総理とアメリカ大統領が関係性がいいっていうのは、まあ、まあ、やっぱり国民としては喜ぼうというふうに思ってるんですが。いや、それは別に普通のことですよね。ね、あの、まあ、歓迎すべきことである。はい、まあ、あの、韓国の大統領に対するあの礼遇よりはいいだろうなというふうに思って。それは比較の対象にならないけどね。はい、はい、ねえ、もう冷たかったですよね、あの米韓の2分間っていうやつも。今韓国政府はあのあれをやってるからね、あの情報を漏らしたやつを全部パージして、あ、それこそ刑務所に送るんじゃないかってぐらいの勢いで、あの処分してますからね。そうですか。あれだから、うん、2分間しか話さなかったってこともそうだし、まあ、あれは記者会見の映像を見たらそれ分かるんだけど、うん、それからあとあの、
大統領がね、はい、ムンジェインが韓国に来てくれってその呼んだことをね、うん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 、日本に来るんだったらあのぜひそのついででいいからちょっと寄ってくれって頼んだっていうことが それはもうバラされちゃったんですよね。あ、そうですか。で、それでそれの犯人探しがあったりして、で今あの外務省の、あの外務省というか外交部っていうんだけど韓国の場合は、はい、あの官僚の携帯電話全部あのあれですからね、あのチェックですからね。あ、でしょうね、うん、誰が情報を漏らしたかっていうね。もうますます北朝鮮に寄っていってますね、国体が、まあ、うん、北朝鮮並みのことをやってるわけですよね。そうですか、うん、まあまあ今から準備していた方がいいかもしれないです。もう自由民主主義じゃなくなって行く準備をね、うん、していた方がいいかもしれません、うん、いやだからね、そのいろんな人がいて、あのそんな風に思ってはダメだっていう人が結構いるんですよ、韓国に対してね。いや私も最初はそう思ってたんですよ、うん、うんうん、でももうね、こうこれだけ続くとさすがにもう本当に関わってられないなというふうに、うん、はい、あの韓国の保守派、いわゆるね、はい、韓国の保守派という人たちに期待する人もいて、はい、そういう人たちと連携をすればね、はい、いろんな問題も、まあ、それは拉致問題も含めてですよ、うんうんうん、あのうまくいくんだと、はい、そういうことを言う人はまあ多いから、だから今までもずっとそうやってきたわけですよね、はい、例えば拉致に関してもずっとそうだし、そうです、うん、そういうことやってきたけども、うん、結局成果がないわけですよ全くね、うん、それと、うん、それともう、初めてね今回僕はあの日本の外務省や、防衛省が、はい、少し人の僕が以前から言ってきたことをね、うんうん、ちゃんと聞いてくれたなと思ったのは、はい、旭日旗に対しての、ああ、そういえば、はいはい、要するにオフィシャルで初めて出しました、ね、外務省と防衛省が発表したわけですよ、はいはい、それは要するに発表したって言っても、まあ、形式的には世界中に対して発表したことになってるんだけど、うんうん、要するに韓国に向けて発表したわけで、お前らこれを見ろと、うん、そうですね、これが、うんうん、これが日本の正式見解だと、そうですね、原告声明ということで、だから、うん、だからガタガタいろんなこと言ってくるなっていうことをね、うん、そのシェリーさんを読んでくれたってさっき言いましたけど、その今度の韓国の取説っていう本でね、はい、僕が書いてるのは、うん、要するに今まできちんとそういうことしてこないでね、うん、全部その場しのぎでごまかしてきた50年間ね、うん、それがあるから結局今みたいな状況になってるんだっていうことを書いたわけですけども、この旭日旗の問題に関しては初めてだから そういうことをやったわけですよ。適当にごまかすんじゃなくて、今までもなんかいろんな抗議活動とか起きても、うん、適当に足立ってて、あのいただけでね、はい、だから向こうのロビー活動のまんまにされていたわけですよ、うん、例えばアジアサッカー連盟に対して何か持ちかけられたらそれで旭日旗をスタジアムに持ち込んではいけないとかっていうね、うん、そういうサイトを出させたりとかね、はい、そういうことで平気でやってきたわけですよ日本側が。それは日本サッカー協会がそれに抗議はしないし、でも今回初めて外務省と防衛省が、うん、あの普通の見解を出したことによってね、はい、そういった正式な日本の旗ですと、はい、そう、J リーグや、はい、あるいは日本サッカー協会もね、うん、あの本来だったらは彼らがそれぐらいのことはきちんと言えなければいけないんだけど、そういうことを言う能力がないわけですから。でも今回その外務省と防衛省が出したということはね、少なくとも日本サッカー協会や J リーグはそれにあの今まで通りのなんかクレームが来たときにそれをちゃんと出すことができるわけじゃない、うん、そうですよね、根拠として、はい、
国が認めてるんだというふうに、はい、そういうことなんですよね、うんうん、それがやっとできるようになったんだけど、うん、そしたらね、その翌日ね、もうすでに韓国のメディアは全部それに意味不明な反発をしてるわけですよ。今回の外務省と防衛省のその説明に対してね、はい、全く論理的な反応ではなくて、うんうん、意味不明なその反対をまた言い出してるわけです、はい、だからもうね、やっぱりもうダメだと思いますよ、本当に。要するにメディアがもうどうしようもないんだから、客観的にこう物事をね、うん、判断できるメディアじゃないわけですから、まあ、今だから皆さんの書き込みの中で、はい、日本が韓国を甘やかしてきた結果ですって、うん、書いてあるけど、これ本当そうなんですよ。そうですね、うんうん、まあ、今からもうちょっと遅きにしたところありますけど、今からでもその日本の姿勢が変わっていけば、きっと変わるでしょうね。そう。うん。だから、仲良くはもちろんする必要もないし、ただ、なるべく関わらず、遠くで、はい、はい、助けもせずということですね。うん。うん、助けた結果だからろくなことになってないわけだから、確かにもう、まあ、助けたのにね、罵倒されるなんてバカみたいじゃないかって、これ前ね、世間に言われたことあるよ、もう10年以上前に。ああそうですか、はい、日本人って何やってんだって。それは別にどっかの対談とかじゃなくて、二人で個人的な話した時ね、はいはい、彼がそういうふうに言ってたね。それはあの時まだ帰化してたか帰化する直前だったかちょっと覚えてないけど、結構前ですよ、うん、で、うん、でその時にだから彼のその率直な感想なんじゃないかな、シナ人としての。だからに日本人は本当バカだって。本当バカです。謝んなくていい相手に一生懸命謝って、それでまた怒られて何やってんだって。日本 でも、まあ、この度の丸山さんの時もですけど、日本人はどうして謝るのが好きなんでしょう、こんなに。あれは一生じゃもう維新は僕はすごく期待してたんだけど、あれは失敗ですよね、明らかに。もうちょっと、もういいやって感じだね。ねえ、なぜその党の中から反対の声出なかったのかなと思って、うん、その謝って関係性を良くしようっていう考え方をもう本当に捨てないと、うん、まあ、政治家含め外務省もですけど、外交なんて戦いじゃないですか、もう国益を勝ち取る、だから謝れば向こうは押してきますよね。もうね、呆れるばかりってことね。本当にそうですよね。まあ、こういう先生のこういう本も外務省の方も読んでいただいて、しっかり勉強していただいて、何回繰り返してるんだということをしっかり、まあ、だからその外務省の中にスパイがいるからしょうがないんですよ。それならまだ親中よりはインドの方がよっぽどね、民主主義国家じゃないですか。まあ、インドのことも台湾のことも小石先生書かれてましたけど、まあ、台湾とかね、台湾もね、なんかちょっと大変になってきてるみたいですけど、選挙の後、うん、それでもちょっとアメリカがもしかしたら台湾を国として認めるんじゃないかっていう報道もありますし、うん、だってもう実質的にそうですよ。だってはい、もちろんそうです。うん、っていうのはこれも日本メディア全く報道してませんけど、はい、新しくできた台湾のそのアメリカ大使館に相当する駐在事務所ってあるんですけど、はい、ものすごい大きいですよね。そう、敷地に2000坪ある、うん、あるんですから、ね、はい、立派ですよね。でそこに、在韓米軍も駐留しているということで、うん、はい、多分海兵隊入るでしょうね、はい、でそう台湾旅行法、うんうん、そういうその長いレンジの中で動いている変化の
一つのワンノブ全部がファーウェイに対しての締め出しであるわけですよ。はい、うん、だからそういうことなんですね。もういやいや中国もでも、まあ、これから自前の OS を用意する秋までにはとかって言ってますけど、ああさてそれが、ね、受け入れられるかどうかっていうことですよね、まあ、OS は別に、ね、何だっていいと思うんですけど、うんうん、問題はだから、要するに今までやってきたスパイ行為がそういうものは全部もう裏を捉えてるわけだから、はい、ああいうふうにされてるわけですからね、うん、技術を盗んで、使ってきたっていうことはね、それは別にファーウェイだけの問題ではなくて軍事技術もそうですから、はい、うんね、5G の世代になったときに 5G にかけたときに、うん、まあ、一気にもっと大きな、データのやり取りになるわけですし、まあ、もう軍事にしろインフラにしろ全ても今はネットというかもうね、管理されてますから、この世界の覇権をこれだけ、まあ、うん、少数民族に対しても行っている中国に対してそれを許すのかっていう姿勢を打ち出したトランプさんを私はまあ、応援したいですし、なるべく安倍総理ももうちょっと、頑張っていただいて、うん、継続していただいてこのまま、いい形で日本がね、そういう技術提供できたらいいなというふうに思ってるんですけど、うん、うん、まあね、トランプはだからレーガンと同じことをやろうとしてるわけですから、あ、なるほど、ええ、うん、それはね、それはすごいことをやってるわけですよ、うん、今までだから、うん、クリントン以降の大統領ができなかったことをね、うん、レーガン以降の大統領はできなかった、つまり日本でいうこの平成30年の敗戦と同じ、はい、意味で、まあ、それはアメリカがすごい儲けて、日本を叩いて、うん、その結果アメリカはいい思いしてきたわけですけど、うん、その結果結局アメリカはでもチャイナを今みたいにさせたわけですからね、中国共産党を太らせたのは実はアメリカであって、はいはい、うん、で日本はその間で利用されてただけであってね、 お金が通過していってね、うん、ドルと人民元がぐるぐる回ってたわけですよ。それでその中で日本はずっとデフレだったわけで、それが平成の30年だったわけですね。それで日本の経済成長は全くできなかったっていう、うん、あれだけ円高がね続けばもうそれは日本企業弱りますよね、うん、そういう、ただそれはね、アメリカとチャイナだけのせいにはできなくて、やっぱり日本人がそれ屈した日本人を反省しなければいけないわけで、うん、うん、もうでもそこでこの30年間もう通り過ぎちゃったわけだから、うん、だから少なくともこの30年間の中身をもう一度と考え直して、うん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 、それはだから全部拉致問題も全部入るわけですよ、はい、金正恩がじゃないや、金正日が認めたのは17年前ですけど、家族会できたのはもっと前ですから、そうですよね、うん、で実際に、ね、拉致が行われてるのはもう50年、いや60年前からもやってるわけですから、うん、で結構早い時期にこの前亡くなったダニエル井上さんはね、はい、アメリカの民主党の重鎮の日系の議員でしたけど、はい、ハワイ出身の、うん、彼は1990年代に拉致のことを知ってたっていう証言してるんですよ。あ、で日本もそれを分かっていたと、日本政府もね。でそれは西村慎吾さんが国会で追及する以前の話でね、だって最初は
1988年ですからね、昭和63年ですから、国会で拉致を認めたのは、北朝鮮による拉致を認めたのは、昭和63年ですよ。平成になる前ですか。そうですか。それはその時にの官房長官、梶山官房長官が、あ、共産党の、はい、共産党もたまにはいいことやるんですよ。共産党の橋本議員の質問に答えて、はい、北朝鮮の拉致ですって言ってるんですから。でその時共産党には兵本さんという人がいて、うんうん、まあ、その後除名されましたけど、拉致問題をやってた人なんですよ。そうです、家族会作った方です。そうです、はい、そういう人、そういう人も共産党の中にいたわけで、はい、でその中のそういう、だから一人だと思いますよ、その質問したのはね、はい、それで、行方不明になってるアベックっていうのが何組かいるみたいだけど、うん、どういうことなんだって、質問したときに官房長官はそういうふうに答えてるわけですよね、うん、でそれが昭和63年ですから、だからもう31年間経ってるわけで、日本国政府が認めてからね、その時にもっと、なんて言うんでしょう、うん、日本の国家が国家の威信にかけてというか、主権、これだけ主権侵害されていることを、なんて言うんですかね、まあ、外務省の 中では、北朝鮮に水面下では拉致問題のことは聞いてたみたいな答えもあるんですが、もっとはっきりと国家の意思として突きつけてたらどうだったんでしょうね。いや、それはその通りなんですけど、うん、その通りなんですけど、当時ね、その時の橋本官房長官の答弁をまともに取り上げたメディアが一つもないんですよ。だから多くの人が知らないわけ。そんな質疑があったってことも知られてない。だからその8年前に安倍さんが、安倍さんって晋三さんじゃなくて安倍利美さんっていう産経新聞の記者だった人が、はいはい、スクープで出しましたね、うん、安倍君の拉致はね、うん、外国でも北朝鮮で書けなかったんですよね。外国工作機関が関与っていうのを一面トップ記事で書いたんですよ、うんうんうん、そうです。それが1980年の1月の頭ですから。だからそうやって振り返ってみるとね、もう30年前40年前とかね、そういうレベルで、要するに時々こうポツンポツンとこう出てくるものがあっても、それが日本人が共有できないようになってきた、そういう力っていうのがあるわけですよ、うん、それが拉致問題の本質なんですよ、実は。それが本質なんですよ。だから主権侵害とかもちろんそうなんだけど、それをだからそういった主権侵害の国家テロという犯罪をね、日本人が日本人として、あるいは日本国家としてそれを認めて解決策を国民に問うとか、そういうことは何十年も行うことはできなかったってことが拉致問題の本質であって、うん、だから17年間も2002年から何の進展もないわけですよ。そのまま引きずってるわけで。いや、でもまあ、だから安倍雅美さんが出された本のタイトルじゃないですけど、うん、メディアは死んでたわけで。そうです、はい、うん、死んでたし今も死んでるんですね。でも早紀江さんの直感は当たってたんですよね。早紀江さんはその産経新聞の、うん、あの記事を新潟支局に行って支局長さんに
うちの子これと同じじゃないでしょうかって聞かれてますから、だからお母さんのその直感というか、まあ親子だから分かり得る虫の知らせというか、まあ向こうでその心の中ではずっと叫びつけ続けてためぐみさんの声というのは届いてたということなんでしょうかね。今日の追加の予告編をあの月さんが作ってくれたけどね、はい、あれあん中に入ってる佐紀江さんの17年前の9月17日の記者会見の時の、はいはい、音声が入ってるでしょ、映像と一緒に、はいはい、あれがもう全てなんだよね。あの佐紀江さんのあの時の記者会見のとっさにマイクを取ってあれだけ話すことができた、あれがあったから多くの日本人に火がついたんだよね、うん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 、そうですね、はい、でももうね17年前だってことをやっぱりこれそれ考えないとね、本当に、うん、明日トランプ大統領に会うんですね、拉致被害者のご家族が。さっきめぐみさんの同級生の木田さんがコメントを書いてくださってました。もうトランプ大統領は何回も、まあ会ってますが、うん、まあね、だから日本がねこれしょうがないのは独立国家じゃないからね、これしょうがないんだよね。本当独立国家じゃないんですよね、小泉先生。私は、いやいや、なぜ核武装論も起きてこなかったのか、まあ、やっぱそれは被爆国だからですか、この逆だよ、やっぱ逆ですか、いや、逆って、だから僕が言いたいのは、はい、被爆国だからこそ、世界で唯一核武装できる権利があるっていうことを言えばいいんだよ。その外交力としてね、もちろん使える武器じゃないですから。北朝鮮に対するそのこれだけ拉致されてきたっていうことを国民の人も知ってるのに、反対にそういうふうに動いていかなかったっていうのはやっぱり日本の国民性がおとなしいんでしょうか。いや、おとなしいっていうのは要するに国家っていう意識がないんじゃないですか。薄い気迫だということか。ああ、それは戦後体制の教育とか報道ですね。そうそうそう、教育と報道で。だって今でも僕ははっきり覚えてるけどね、うん、これはまだ、多分どっかに書いたことないと思うけど、何年前かな、正確に覚えてないんだけど、はい、日比谷の野音で、はい、国民集会をやったことがあるの、5月にね、はいはい、祝福会と家族会が、うんうん、野音でやったの、それまでは渋谷公会堂だったんだけど、野音でやったのはものすごく人がもういっぱい来るだろうっていうことで、はい、だからね、多分ね2003年か4年かな、あ、ちょっとはっきり覚えてないんだ、うんうん、あ、ただ覚えてるのは、はい、報道ステーションがニュースステーションから報道ステーションに変わって、はい、古田氏がやりだした年の、それだけ覚えてる、はいはい、だからそれちょっと誰が調べてくれれば分かると思いますけど、うんうんうん、でその時にね、はい、その時のその日比谷の野音でやった時に、はい、座ってた僕の、まあ、に横に、まあ、同業とおぼしき、まあ、どこのメディアの人間か分かんないけど、うんうん、こう座ってこう聞いてた連中がいたんだけど、はいはい、終わる頃にね、こう立ち上がって、彼ら帰るときにこう話してるわけ。ああ、なるほど、雑談。2人で、仲間内でっていうかね、はい、でなんて言ってたかって、俺に聞こえてきたんだよね、うんうん、これはナショナリズムの集会だよねって。そうですか。うん、でそれと似た話はその前の年にも聞いたことあるんだけど、それはホラチェンっていうね、ドイツ人の北朝鮮に行ってた医者から聞いた話なんだけど、はい、うん、そういう話も聞いたことあるんだけど、僕が直接聞いたのはあの年の野音の時なんだよね。野音でその横にいた人間がそういうこと言ってたわけ。ナショナリズムですか。そう、これはナショナリズムだよね。で、2人で話してんの。
いや、人命救助の話ですよ。いや、だからさ、うんうん、だから頭がおかしいんだよ、本当に。はっきり言って。でもそういうのが、そういうのが要するにメディアを支配してるわけですね。なるほど。うん、だから、シェリーさんが言ったように、なんでその国民の全体の問題として広がっていかなかったとか、ね、すごい疑問に思ったと思うけど、そういうふうにさせないやっぱり勢力がいっぱいいたわけで、メディアの中にも いっぱいいるわけだよね。はい、うん、ね、マスゴミですね、本当にね、まあ、言いたくないけど、まあ、ちゃんとした記者の人ももちろんいますし、まあ、安倍雅美さんも実際に戦ってこられたんですから、まあ、こういう方がいなかったら、いまだにね、まあ、少数のね、少数の、あのちゃんと人がいるから、かろうじて、ね、かろうじても持ってるというかね。そういう感じで、オールドメディアで北朝鮮専門で出てくる人はひどいですね、こういう先生。あれは全部だって工作員。いや、もう本当にそう思います。うん、それは当然だよ、だってまあまあ、そりゃ そうですよね。朝鮮総連から文句言われない、ね、クレームが入らない人を出してるわけですから、うそれはもう当然だし、うん、むしろ積極的に加担してきてるしね。ねえ、うん、で何回かこれは僕してきたしたことありますけど、17年前の5人を奪還した後に、はい、あの5人をね、約束だから北朝鮮に返すべきだって言ってた人間がいっぱいいたわけ。はい、外務省の中にも、はい、いました。うん、いっぱいいたんですよ、トリオエとか筑紫哲也とか、ね、ああそうですね、メディアの方も、うん、田原総一郎とかね、うん、それから大谷明弘とかね、いまだにでも出てますね。もう僕は全部それもう別にメモしてなくたって頭にメモしてあるから自分で全部覚えてるわけで、そういう連中はあの時いっぱいいたわけで、ほとんどその連中が当時の17年前の地上波の要するに電波のヘゲモニーを握っていた連中なんだけど、うんうんうん、その連中で、まあ、死んじゃった人間とかね、ダメな余裕になっちゃった人間とか、まあ、多少いるから出てないけど、でも未だに出てる人間いっぱいいるわけだよね。はいはい、まあ、そういうことなんです。でもまあ国民の声はね、当たり前ですけども、なぜ返さないんだっていう声にはならなかったわけですから、うん、結局はもう世論に押しつぶされたんでしょうけど、うん、あの時はね、まあ、うん、あの時はだから副官房長官だった安倍晋三と中山京子の2人の政治家が、はい、決断しましたから、そう、決断したから、うん、はい、ね、あ、ジャーナリストのこと、山口の力さんが毒まんじゅう食らった連中と言ってました。いや、でも本当に、それはもう、毒まんじゅう配ったっていう朝鮮総連側の証言もありますし、で、配って断った人はいないというふうに書かれてますから、たくさんの人が受け取ってるわけです。だからね、ね、交渉はどうですね。交渉でいくらでも強気なことはいくらでも、もう日本も謝るどころか強気なことは言っていって、うん、うん、っていう姿勢でやっていかなきゃおかしいよっていう国民の声が、世論がね、高まれば安倍総理も言いやすくなりますので、まあ今日はね、こっちのPC の具合が悪いんで電話で参加ってことになったと聞いてる人にはご不便とご迷惑かけて申し訳ないと思いますけど、で、まあ、時間的にちょっとね、もうそろそろ仕事に戻らないと、そうですね、はい、でそれでね、最後にちょっとどうしても言いたいんですけど、はい、例の条件つけずに、金正恩と会うっていうことで、はい、結構批判もされてるしね、はい、荒木さんなんかは結構批判的なことを言ってたと思うんですけど、はいはい、僕はね、あれは
そのチームプレーだと思いますね、多分ね。電話会談が後に変わったんですよね、実は。うんうんうん、私もだから、小井先生の言ってる部分は分かるんです。うん、だから圧力かけるところは圧力かける、だからボルトンが言ったのも、あれも、うんうん、あれなんですよ、要するに、アメリカ政府の見解の一つであることには変わりはないわけで、だから、この前の短距離ミサイルの実験というのは、制裁アプリだということをはっきりボルトンが、はい、日本に来てすぐ言ったでしょ、昨日ね。はいはい、うん、で、トランプはそれを打ち消すようなことをね、ツイッターかなんかで。言ったか、会見で答えたのかちょっと覚えてないけど、うんうんうん、でもね、あれは要するにそういうもろ刃を示しているということで、うん、でアメリカは基本的にはボルトン路線であることには変わりはないんで、うん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 、だから そういう時に条件なしで会うって言ってるのは、これ要するにチームプレーなんだよね。やっぱり、もう心臓に会えと、うん、あとは心臓に会えっていうことを実際にトランプさんはキム・ジョンウンにはカードは渡したんでしょうね、うんうん、でいつか会うっていうふうな返事もしてますから、まあ、日朝会談に結びつけるチームプレーだというふうに私も信じております。うん、まあ、でもあれですかね、これでちゃんと聞こえてるんですかね、ちょっと声を大きめに話してくださって、はい、大きめに話してくださってるから、はい、皆さんどうですか、お話はずっと聞こえてますか。あ、聞こえますと、ありがとうございます。はい、はいはい、今書き込みでね、テレビに出てる評論家より香港のがまともだってこれはあれかな、文化人放送局に多分、はい、出てました ね、正義の味方とかもね、まあ、関西の番組では結構、うん、ああそうなんです、出てるんです、出てるんですよ、そこから高橋陽一先生と、はい、多分香港さんが、それで文化人放送局、この間、小石先生も続けて出てましたね、はいはい、はい、ま、楽しく見せていただきました、ま、あ、また出てください、面白かったです、はい。はいはい、あれね、やっぱ加藤さん、うん、加藤さんベテランだからね、うん、なかなか うまいんだよね、話を持って。そうですね、うん、加藤さん、高橋さんはまたああいうタイプでね、はい、あれでなかなかね、経済評論家ですから、うん、いいですよ、はい、頭の回転めちゃくちゃ早いし、そうですよね、うんうんうん、ああいう文化人放送局とかがもうかなりたくさんの人が見てるんだなっていうのが再生回数見ててわかるんで、うん、もう、うん、あれね、うん、僕ね、久々に楽しかったもん。ああ、よかったです。はい、番組で、はい、呼ばれてみてね、はい、うん、本当に楽しかったですよ。うん、なんか、こういう先生が結構、素でお話しされてるなっていう感じがしました。はい、ありがとうございました。はい、はい、はい。じゃあ、すいません、じゃあ、今日は、これで落ちますんで、はい。ね、またね、だから回線の調子がいいときには本当にね、そうですね、したいと思うんで、はい、すいませんでした、ありがとうございました、はい、それで最後にね、ちょっと、はい、宣伝ですけど、せっかく出たばっかりの本なんで、はい、韓国のトリセツをね、こう言ってる方、はい、ぜひ読んでほしいなと思います。そうです、そうです、皆さん、よろしくお願いします、よろしくお願いします。アマゾンによかったら、レビューなんかも書いていただけると、あ、嬉しいです、ね、はい、本当に応援になりますので、小井先生の応援になりますので、ぜひよろしくお願いします。はい。はい。Amazon で買ってなくてもレビューかけますので、はい。よろしくお願いします。はい。はい。小井先生、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい。はい。すみません。ありがとうございます。はい。はい。はい、ちょっと、お電話で終わりましたので、音が大きかったらすみません。ああ、今日なんかね、何回も、もう多分10回以上、15回ぐらいコラボをしていただいたんじゃないでしょうか。申し訳なくて、途中からもう切れない方がいいかなと思ってお電話で配信をしました。なぜこんなにコラボが切れたか、ちょっと原因は私、あんまり詳しくわからないんですが、
よかったらアドバイス等ありましたら教えてください。はい、すいません、来週のゲストのご紹介をさせていただきます。はい、ちょっとこれを見てください。最初のオープニングの時にも出したんですけれども、これ鳥取県内の拉致被害者です。政府認定拉致被害者は松本京子さん一人です。でも特定失踪者の方もいらっしゃいます。で、松本京子さんのことっていうのは、例えば横田めぐみさんとか、戻ってこられた蓮池さんや千村さんや、曽我さんやその方々のように、あまり松本京子さんがどういうふうに認定されたかっていうのをご存じない方も多いと思うんです。で、こちらの松本京子さんの認定に関わっても来られた方で、昔は東アジアネットワークって言ったんですけど、今は最新ではちょっと待ってくださいね、北朝鮮による拉致被害者救出ネットワークという名前になっています。北朝鮮による拉致被害者救出ネットワークの代表の石原、倫理という字を書いて友忠さんにご出演していただきます。あと工作員のね、お話なんかもすごく詳しい方です。はい、石原さん、ツイッターも、あ、そうなんですね、お母様が残されたことを抱いて寝ておられたのは、有本恵子さんもね、お母様がサンダルをね、ずっと恵子さんの残されたサンダルを持っていらっしゃいましたが、松本京子さんの認定にはお兄様が関わって来られたと思います。お母様はもう亡くなられていますが、この京子さんのお話を特にお聞きしたいと思います。ちょっと石原さんのお写真は、あ、よかったらツイッターのアカウントを、まだ作られたばかりなんですが、昨日、月さんよかったら貼ってください。はい、ブルーリボンバッジをつけて、黒のジャケットを着ていらっしゃる方が石原さんです。はい、多分そうですね、ディープな話が聞けると思います。あまりネットの方では発信されてこられてませんが、鳥取や島根の方で集会、なども行ってますし、荒木先生や三浦先生もご参加されてます。で、ご家族の方にね、寄り添ってこられているので、特定失踪者の方のお話もお聞きしたいと思います。で、特定失踪者問題調査会の理事の一人でもあります石原友忠さんが来週ゲストとしてご出演してくださいます。はい、で、また皆さんに、あ、そういうことだったんだというふうに、ツイキャスがうまく成功しまして、石原さんのお話を聞いていただけたら、ネットにはない事実ですので、あ、こういうふうにお話を聞きましたよとか、周りの方にも広めていただいて、松本京子さんの、お話をね、ぜひ広げていただきたいと思います。はい。あ、八島さんもね、よくご存知だと思います。石原さんにご出演していただきます。あと告知等ありましたでしょうか。すいません、告知等ありましたら、どうぞコメント欄でご自由に。出してくださいね。すいません、私ちょっと、あまり告知の方を用意してないんですが、
ああ、そうですね。一垣島の集会。写真出るかな？ちょっと待ってくださいね。石垣島の集会のね、はい。これはね、なかなか、石垣島に、増本さんと荒木先生も行かれて、集会があるんですが、ちょっとごめんなさいね。切れたらすいません。ちょっと待ってください。探してみます。出るかな。だいぶ遡ってるんですけど、すいません。ああ、そうですね。ちょっとごめんなさい。出なかったんです。あ、ありがとうございます。月さん。5月30日木曜日です。夕方6時半から8時半になります。石垣市大川公民館、ビデオ上映。はい。ちょっとね、なかなかちょっと皆さん行くのが大変な方もいらっしゃると思うんですが、石垣島に、お知り合いの方がいらっしゃいましたら、こういう集会があるんで、ぜひ参加してほしいですというふうに、お伝えしていただきたいです。あ、そうなんですね。家族会の幹事の水井さんもご出席されるということです。はい、参加費は無料になっております。増本照明さんも行かれます。ぜひよろしくお願いいたします。あと、提灯のことっていうふうにちょっと、Facebook の方では、実は、拉致被害者全員奪還ツイキャスというグループがありまして、そちらの方には2週間ぐらい前に投稿したんですが、そのグループは過去にご出演していただいた、諸先生方、もちろん小遊先生とか宮先生とか、西村慎吾先生も入っていただきましたし、はい。そちらの方には投稿してるんですが、実は、御霊祭り、靖国神社の御霊祭りに、提灯を、奉納しようという、ことを考えておりまして、で、今、仲間内で、仲間内っていうか、こう、ツイキャスを通じて知り合った、まあ、拉致問題に関心の高い、まあ、実際に顔合わせもしている仲間内で、一口2000円で、提灯1丁でいいんですかね、が1万2000円なんですね。だから6人で1つ納めようかということを考えております。で、文言は、まあ、拉致被害者全員取り戻そうとか、拉致被害者ってなると認定者っぽくなるので、北朝鮮に拉致された国民を取り戻そうとか、まあ、今まだ考え中なんですが、特にこのツイキャスの名前は出さないで、拉致被害者の全員救出奪還っていうことを文言として挙げてやりたいなというふうに考えています。で、もう申し込み書の期日が多分6月の頭ぐらいだと思うんですが、もしよかったらご賛同いただける方は、ツイッターの DM とかで、ご連絡いただけたら嬉しいです。今のところね、提灯が、2つはいけそうだなっていうことと、で、昨日、月さんが、救う会埼玉の竹本代表に、お話ししたところ、まあ、竹本代表は、やってみようというふうにご賛同いただけたんですが、あ、6月20日でしたか。はい。あ、現在 2等で、救う会埼玉さんが1等の3等になっております。はい。一口2000円なんで、よかったら、私も賛同するよというふうに、御霊祭りの
ね、あの黄色く灯った提灯の中に拉致被害者全員奪還というのが何個も並んだら、きっとあの御霊祭りに行かれる方も目にされるでしょうし、まあ、靖国の御霊祭りにあの行かれる方っていうことは、多分同じ思いを共有されている方じゃないかなというふうに期待もしますので、その写真もこう撮ってね、ツイッターとかフェイスブックに上げて、これだけみんなの思いがここに灯ってるんだということを見ていただけるいい機会じゃないかなと思います。でよかったら今年に限らず、まあ、早く取り戻せるのが大事なんですが、まあ、毎年そういうことができたらなというふうに思いまして、このツイキャスの方でも呼びかけさせていただきます。もしよかったらご賛同いただける方はツイッターの、DM とかフェイスブックのメッセンジャーとか、直接リプでもいいですし、ご連絡いただけたら嬉しいです。で私か月さんかになります。で個人情報はもちろんきちんと守らせていただきますので、詳しい内容は、はい、ご連絡ください。もちろん個人情報はきちんと守らせていただきます。よろしくお願いします。はい、それでは来週石原凜々さんにご出演していただきます。あ、友忠さんですね。はい、で、小泉先生のお写真に戻して終わりたいと思います。今日はすいませんでした。本当になぜ何回もコラボが切れたのかちょっとわからないんですが、はい、ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。おやすみなさいませ。迎えに行くよ。